爬虫類または爬虫砂は脊椎動物の分類群の一つ。原生ではワにトカゲ、カメ、昔トカゲが含まれる。爬虫類のハの字は血をハうの意味を持つ。なお虫とあるが昆虫とは異なる。古生代に地上で生活を全うできる生物群として3億年前に両生類から分かれて進化した爬虫類は急速に多様化した。 そして、爬虫類は、その前にいた、両生類に代わり世界を支配し始めた。中生代には、恐竜、翼竜などが、新生代からは、蝶類が繁栄した。一方、古生代半ばから、中生代前半にかけて繁栄した、哺乳類の祖先である、単竜未類は、その後の研究並びに分類方法の変更から、現在は、爬虫類には含まれない。原生種としては通常は、 トカゲ類、カメ類、ワニ類、昔、トカゲを含み、蝶類と哺乳類は含めない。基本として体表は、表皮の変形した鱗で覆われ、4本の足と乾燥に強い卵などが特徴である。また、タンパク質の代謝によって発生するアンモニアは、両生類や哺乳類のような尿素ではなく、水に不要である尿酸に代謝し、糞と共に相配質空から排泄するものが多い。 これも乾燥に対する重要な適応の一つである。蛇や足なしトカゲをはじめとする一部のトカゲのように足が退化しているものやカメ類のように鱗と骨格が一体化し、甲となったものもある。繁殖形態は卵性で角質化石灰質の殻に覆われた卵を陸上に産む。生まれた子供は親と同じ姿をしており、変態はしない。ただし直接子供を産む。 卵体制の種もいる。木登りや森、小笠原や森、ブラーミニメクラヘビなど、タンタメ生殖種が一部に存在する。青大将、ヘビの仲間は、一般的に足が退化している。多くは、外温性で、体温が外部温度に少なからず依存する。中高性の爬虫類の多くは、日光浴等で体温を高めた上で活動を始める。 体温を保つのにエネルギーを費やす必要がないため、哺乳類や鳥類に比べて食事の間隔は長い。適度な水分さえあれば何も食べずに1ヶ月ほど生きることもある。原生の爬虫類の中には、ウミガメの一部の生態などのように体温の変動幅がわずかな内温動物的体温調節を行うものもいる。また、翼竜や恐竜などの全滅種には、 内音性であったものが存在するのではないかと考えられている。原生種は熱帯や亜熱帯を中心に南極大陸以外の全世界に分布する。体長2センチメートル、体重1グラム以下のスファラダ・ドアス・アリアサエから、アミメニシキヘビ、アナコンダなど体長10メートル、イリエワニのように体重1トンを超える種もある。多くは肉食性であるが、 大型イグアナ類やリクガメ類などのように雑食や装飾のものも存在する。またまたキーラスフィンブリタス原生種は4つの目に分類されている。イリエワニクロコディルスポーロッセス爬虫類の取り扱いは上の分類に従っている。爬虫類の分類上の取り扱いには難しい問題がある。これは生物の分類を共通の祖先を持つグループごとの単位に分類して、 行くべきであるとする考え方に対応して発生した。地球の歴史の中で、爬虫類の祖先を考えたり、原生種の遺伝子を分析し、それぞれの種がどのぐらい離れているかを推定する研究から、爬虫類の一部のグループから鳥類が分かれたことが明らかになってきている。原生動物の系統、編集下記は、爬虫類、鳥類、哺乳類を含む有用膜類をその系統で整理した例で、 それに、上の分類を対応させたものである。この分類は一定しておらず、あくまでも一例であることに注意してほしい。特にカメ類の位置には論争がある。有用膜類化石動物も含める、編集上の系統分類の考え方に、絶滅した恐竜、恐竜、翼竜などを含むと、下記のようになる。ただし、初期有用膜類の分類、 分岐については化石の算出が断片的であることも、相まって、両生類との境界も含め非常に流動的であり、ウィキペディアでも様々な記述が見られることに注意されたい。おおよそ確定的なのは、そうゆみ類、単ゆみ類以降の分類である。有用膜類案内をった分子生物学から見た、進化第二回始祖長の神話と、分子系統樹、ネイチャーワークス地球科学館。 ありがとうございます。